マクレーム軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,506人であり、2000年の27,740人から24.4%増加した。軍庁所在地はパーセル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マクレーム軍はオクラホマ式大都市圏に属しており、 人口増加率では、州内3欠に入っている。マクレーン軍は、オクラホマ州憲法制定会議に出席した、チャールズ・エム・マクレーンにちなんで名付けられた。パイオニア図書館システムが、クリーブランド軍、ポタワトミー軍及び、マクレーン軍にある旧都市の図書館支所を運営している。群内で、通行量の多い高規格道路は、週間高速道路十五号線であり、 北のゴールズ B にあるマッコール橋で、軍内に入る。カナディアン側に並行して走り、軍庁所在地のパーセル市を抜ける。最後は南に展示ガービン軍との軍境で出ていく。もう一つ重要な週間高速道路は44号線であり、軍内北西部を通っている。HE ベリーターンパイクのノーマン支線がこの、周回高速道路と、アメリカ国道62号線。 道277号線、修道9号線の交差点とをつないでいる。オクラホマ修道9号線は、マッコール橋から軍内に入り、週刊高速道路35号線に合流した後に、すぐ真西に転じゴールズビーの北縁を通り、ニューキャッスルの南で、アメリカ国道62号線、道277号線との交差点に進む。 この交差点から3本の高規格道路が合流して、南のブランチャード、さらにグレーディ軍の地下支援に進む。マクレーン軍道路標識の一例他の多くの軍と同様に、マクレーン軍には軍が維持する道路の広範なネットワークがある。格子状の配置であり、1マイルごとに並行した道路がある。混乱を避け、新しい都市が救急サービスを導入しやすくするために、 軍の道路体系は最近軍全体で名称を変えて標識をつけた。東西方向道路は数字で表示され、軍の南端が100番である。番号は北に行くにつれて増加する。南北方向の通りは名前が付けられ、オクラホマシティ市の道路につながる通りは市内の通りと同じ名前が付けられるようにしている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は580平方マイルであり、このうち陸地570平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は1.80%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マクレーン軍図、ありがとうございます。